こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。第6世代ステルス戦闘機が登場するまでは、現時点で F-22 戦闘機が最強ではないだろうか。それに、ついで F-35 ステルス戦闘機となる。日本も F-3 ステルス戦闘機の開発にようやく取り組む段階へとなり、その動向が気になっている。日本の新進という機体があった。今はテスト飛行を終え展示されている状態だ。その新進から日本の F-3 戦闘機がすぐに出来上がるように考えることは可能。だが第6世代とはいかない。第6世代の概念が一段上がっている。F-35 でも第6世代近くまでアップデートできるからだ。それを凌駕するほどの戦闘機を各国作り出さなければいけない。そもそも F-35 ステルス戦闘機は性能はいい。トランプ大統領が F-35 戦闘機を日本上空で飛行させ、岩国基地に何の報告もなく F-35 ステルス戦闘機を着陸させたという話がある。それはそうだろう。探知するどころか、誰も聞いていないので、次々に降り立つステルス戦闘機に、驚いていたとの話だ。それほどステルス効果は高かった。では、その F-35 ステルス戦闘機を少し見ていこう。今更という方もいるが、ここはしっかりと復習しておくと今後、護衛艦伊豆物回収が終わり F-35 ブストブル戦闘機が完成された時に、納得できる。今や日本だけではなく西側を中心とした世界各国で採用が進み、その生産コストも当初よりかなり低減されてきているのが、ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2戦闘機だ。この F-35 ライトニング2戦闘機、2020年現在の予測でも最終的には5000機を超過する生産数になるとも見られており、そのうち本国アメリカだけでも2400機以上の調達が見込まれている。近年でも稀に見るベストセラーとなりそうな勢いの F-35 ライトニング2戦闘機だが、ここに至るまでには様々な逆風や批判にさらされてきた経緯もあり、決して平坦な道のりではなかった。すでにご承知の方も多数とは思うが、改めてこの F-35 ライトニング2戦闘機の特徴やこれまでの経緯について少し振り返ってみよう。前述の通り F-35 ライトニング2戦闘機はアメリカのロッキード・マーチン社が中心となって開発した、いわゆる第5世代戦闘機と呼ばれる区分に位置する戦闘機である。F-35 ライトニング2戦闘機の最大の特徴は、高いステルス性能を実現している点と、ベースとなる機体をもとに3種類の用途に適した形式を持つ多用途戦闘機という点だと言えるだろう。近年の戦闘機が多用途であることは、開発効率の点からも半ば常態化しつつあるとはいえ、F-35 ライトニング2戦闘機は統合打撃戦闘機計画に基づき、 A 型、B 型、C 型が生み出された。 A 型は最もベーシックな機体であり、通常の陸上の滑走路を使用して運用されるタイプで、日本の航空自衛隊や最初に採用したアメリカ空軍では2011年から実戦配備がされている。続く B 型は短距離離陸、垂直着陸が可能なストーブル機と呼ばれるタイプであり、その特性から
アメリカ軍の強襲揚陸艦や海上自衛隊の護衛艦いずも、加賀の艦載機となることが決定している。最後の C 型は、カタパルトを使用する航空母艦専用の機体となっており、現状この型は、アメリカ海軍の原子力空母での運用に止まるため、その専用機とも言うことができるだろう。これら A 型、B 型、C 型の3種の機体は、一昔前のアメリカ軍では、それぞれ F-15 やシーハリアーにや FA-18 などの全く異なる戦闘機に相当し、これをモジュラー化した一大プロジェクトとも言えよう。ただし、こうした汎用性と効率を高めることに注力した F-35 ライトニング2戦闘機ではあるが、その機関部は単発のジェットエンジンであるため絶対的な運動性能という点では課題も残る。こうした運動性能の面やそれに伴う追戦闘機の格闘戦能力に対して疑問符が投げかけられることも見受けられたが、こうした点に関しては近代戦ではさほど問題とならないとも言われている。それは現代の制空戦は戦闘機同士が目視で対峙することはほぼないと考えられるためで、F-35 ライトニング2戦闘機は敵戦闘機に探知される前にそれらを排除可能だと目されているのだ。ただしでは F-35 ライトニング2戦闘機が現在最強の存在かといえば否であり、これを凌駕する能力を有する戦闘機はアメリカ軍が独占したまま生産を終えた F-22 ラプターのみであろう。アメリカ軍は約180機の F-22 ラプターと約2400機の F-35 ライトニング2との組み合わせで、ハイレベルからローレベルまでの全ての脅威に対応する戦術、戦略を確立しようとしている。それを考えれば、同盟国とはいえ、アメリカ軍のローレベル対応と位置づけられる F-35 ライトニング2を主力戦闘機に起用するしかない西側諸国は別の選択肢も考えるべきかもしれない。ただ、現実的には戦闘機開発はもはや通常の一国が行いうるコストではほぼ実行することは厳しくなっており、中国、ロシアへの対抗上での選択肢は F-35 ライトニングにほぼ一択と化している状況だ。よし、ちなみに F-35 ライトニング2の運用には物流用のソフトウェア ALIS と呼称されるものの使用が義務付けられていたが、2020年1月に不具合の多さからか廃止が決定された。こうした例は最先端の軍事技術を投入していると考えられるアメリカ軍の使用にすらもほころびがあることを示していると言えそうで、手放しで F-35 ライトニング2を称賛できないとも感じられる。海上自衛隊においては護衛艦いずも、加賀の改修によって戦後初の航空母艦化を実現するが、ここに B 型を艦載機とする頃には安定運用のノウハウが確立されていることを願いたい。現状としては国産のステルス戦闘機の配備を急速に進める中国海軍に対峙するには A 型、B 型を含めた F-35 ライトニング2の戦力化以外に方法が見当たらないと思われるからだ。本音を言えば、広い領海を有する日本の防衛にはやはり航続距離が長いステルス戦闘機が欲しいところだが、
現状入手できる機体が存在していないのは残念としか言いようがない。